踏ん張ってもらっていいですか。まあ通常手首決めに行ってでも今、うんうん、手首も返されちゃってますよね。こうやろうとするから、ね、強引に腕力でいけばこっちも壊れるしこっちも大変なん で、ね、でそれはやらずに頭骨いつもあいつもの一回やりますね。このままだと引けない。足も踏ん張ってる。頭骨キュッと入れる。これはこれでこう来てくれます、うん、でまあくぐればで今持ってたらこのままだといけない。これを入れるとこういう崩れば、うん、でまあくぐればいいし、でもう一つのが、頭骨で、ね、一番外側の骨ですよね。この辺りの出っ張った骨をこう剥がしておきます。いつもはこうです。今回はこう、これでシュッてやると、うん、もうこういう崩れんなんで、うん、持った時にギュッグッと頑これだと今動けない、そこをキュッと剥がしとけば簡単にここまで行くんで、こうやってなんかこっち側にこう引くだけだから微妙な感じ、うん、塩を投げてそもそもまあ横面から打ち込んでみて、こう降りた、こういうイメージなんで。だから引くときも、フラフープ持って、こう、半円、こう、ピッて入って、描きながら、で、ここに対して、入る感じ、はい。ここで回るから、工藤さんまだ余裕あるんだよね。ここで、で崩したときにもうここで取れて、まあ、こう、肘も攻められるし、ここに対してこう入ってくるような。ポイントが、こう握り込むと、相手もこう突き返せるんですよ、今。中指か薬指。中指が一番いいと思うんですけど、ピンポイントに相手の4本目の骨の上からキュッと押さえてます。ここだけ。で、下ろすんですけど、下ろすときに、こういう握り感を出すと、相手がまた最初やったようにこれに突き返してくるんで、ここにピンポイントに入った感覚のまま。で、あとは、まあ握ったふりしてれば、まあ全然わかんないですけど。でも、やっぱここだけ、ここのピンポイントだけ、ここだけキープして降りたいですね。これがこうなってますけど、ここ触れてる感覚にしてんだけど、握り感出ると、そういう体にならないんで。くぐった後もピンポイントでピッと触れた感じのものです。四歩投げもそうですけど、小手返しも実はそうで、よくでも4本目と5本目の間しっかり押さえてこれで落とせっていうのもあるんですけど、今みたいに4本目の本当にここで下ろすときにこういう、今跳ね返した瞬間わかりましたよねじゃなくて点でシュッと入ったら、これをキープしたまま降りる。うん、で、さっきの塩投げの感じだと、小手返しもなんか、こういうイメージだと、なんか対応するんですよね。じゃなくて、点で入って点のまま落ちてる感じ。通常はなんか、こうねじったりするんですけど、点で入ったら点で落ちてる。うん、今結局、この4本目、が響いてるんですね、相手に、うん。で、これね、で、かけるときも、実は、それがあると。今、ここ、聞くと倒れました、はい。で、それを、相手鏡なんで、こっち側がやるんですよね。で、同じように受け取ってる。でも、こっちで押されてる感覚はないですよ。ただ、そういう状態になってる。ないと、この引きを感じる。これで、点に感じてる。で、こういう感じ。今、指はどうしたんですか？指、工藤さんは普通にかん、いや、あの、ただ曲げますは、何もなくて、うん、指、イメージを作りたいんです。あの、指を曲げてるだけじゃなくて、
ここだけポンと曲げると何も影響力なくて感じをやんないとこうです。で、まあこれでもいいってことですよね。ポン、これ弾くのはあれですけど、ちょっと伸びちゃうけど、まあ T シャツだから、いつもみたいにゆるーく技じゃなくて普通にただ弾くとめちゃくちゃ弾かれた感じがありますよね、うん、